ラインができた南関東3選手が前固め、そして短期の3選手が後ろ攻めという構図になりました。さあこの体型、富山、森田、そして植木、誰が動いてくるんでしょうか。先頭後ろを振り返っているのが4番の渡辺。さあ残り800を切りましたが、後ろから仕掛けが今のところありません。短期の選手はまだ誰も動かない様子です。さあ先頭が4番の渡辺、変わらず追走が出口、3番手が片山、4番手には1番の富山、3番の森田、そして6番の植木がついています。さあ位置取りに全く変化がありません。誘導を使いつつ4番の渡辺、さあ渡辺がここは展開有利にかけてまいりますか。さあこの辺りでペース上げてまいりました、4番の渡辺福太郎、追走が5番の出口、3番手が2番の片山。さあこの辺りは縦長な展開となってくる。最終の2コーナーからバックストレッチ、飛ばす4番の渡辺、番手絶好が5番の出口、3番手が2番の片山、そして4番手1番の富山、この後ろには3番の森田、さらには6番の植木。さあ体型は縦1列、後ろからの仕掛けは全くありません。4コーナーは回ってきました。先頭が4番の渡辺、渡辺先頭で踏ん張ったか。